はい、お世話になっておりますフォトレシオです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。カメハジ第3弾ということでございまして、前回初めてのカメラ選びということでですね、皆さんにはカメラを選んでいただいたと思います。もうカメラ決まりました。はい、カメラ決まったんですけど、じゃあ次レンズがどうしましょうって話ですね。レンズ交換式カメラはレンズがないと写真が写らないんですね。カメラは何でもいいと言いましたが、レンズはね、実はそういうわけにはちょっといかなくて、一番大事なのがカメラ選ぶよりもレンズ選びだと思います。でおそらくカメラ屋さん、ね、に行くと第100発100中レンズキットっていうのをおすすめされます。レンズキットっていうのはそのカメラメーカーがそれぞれの棒ね、本体ボディと一緒にセットにして売っている、そのセットの名前ですね。レンズキット、レンズが一緒に入ったキット、初めてキットですね、を売って設定して売ってます。で大体のパターンとしてはカメラ、そして標準ズームっていうのズームがついているものと、標準ズームと望遠の、ね、遠いものを大きく写す、ことのできる望遠ズームがついているダブルズームキットとか、標準域から望遠域まで高倍率の、レンズが1本ついた高倍率ズームセットとか、まあ、いろんなセットが、設定されています。中には単焦点レンズとセットしているものもあります。多くの場合その本体とこのレンズをね、別々で買うよりもちょっとお得になっているので、初めてでも何撮ったらいいかわからないとかっていう人はもうそのレンズキットを買うのはまあお得はお得です。だし無難です。はい。キットを買えばあとはねメモリーカードとかを買うだけでもう撮影始められますし、難しいことを考えなくてもまあ撮りたいように撮れるというのは間違いありません。ただレンズキットはつまらない。レンズキットを買うとつまらないってお話をしましたが、ですね、まずカメラを始める理由がお子さんの運動会とか発表会、あとはスポーツ、ね、野球、サッカー、バスケットを撮りたい、モータースポーツ撮りたいとか、乗り物を撮りたい、ね、電車、飛行機、あとは動物ですね、動物を撮りたい、野鳥、あと野生動物を撮りたいという人は望遠ズームが入ったセットを必ず買ってください。これらの被写体は標準ズームだとまず撮れないです。ダブルズームキットの望遠ズームが入っているものでもいいですし、予算がある方は本体をとりあえず買って 100mm から 400mm とか 70mm から 300mm とか、そういった望遠ズームがキットではない1ランク高いズームレンズを一緒に買うと幸せになれます。カメラによってはそういったズームレンズとセットになっているものもあります。まず初めに断っておきますが、そういった被写体を撮る人は望遠ズームを必ず買ってください。で今日の動画はね、そんな風にこう明確に撮りたいものがこれだっていう風に決まってない人に向けた動画になっております。そういう人はね、撮れないものがあるのが嫌だから、あのセットになっている安いしセットになっているレンズキットね、ズームレンズキットを買いがちです。はい、もちろんそれでもあの間違いではないですよ、間違いではないです。ただおそらく面白くないと思います、そういう人はね。あのね、カメラの楽しさを十分に味わえてないんですね、その状態だと。じゃあ何ならいいのって話ですよね。で実はね、カメラの初心者の方ほど単焦点レンズを買ってください。はい、単焦点レンズがおすすめです。一応カメハジ的には初心者ほど単焦点レンズを買えと、言っておきます。でこの動画ではその理由をね、カメラのレンズスペックっていうのを一つ一つ基本を押さえていきながら、その理由を話していきたいと思っております。よかったら最後までご覧ください。はい、というわけでね、まずレンズの数字の見方をねちょっとこれから解説していきます。でここに出しておきます、各社のレンズの名前です。で今これ並んでいるアルファベットと数字なんですけども、重要なのは数字です、ね、基本的にレンズのその性能を表すのはこの数字の部分を見ていただくのが一番早いと思ってください。でこの数字についてはしっかりと解説していきますが、まずですね、レンズの名前の見方をちょっと簡単に おさらいというかね、押さえておきましょう。各社のレンズの頭のアルファベットですね、これはですねカメラのマウントの種類、そしてセンサーのサイズ、フォーマットの違いについて表記しているものです。大体こうです。で一番上のはキャノンですね、 RF-S っていうのは
RF マウントの S っていうのが APS-C 用のサイズだよ、レンズだよっていうのを表しています。で、 RF 単体のものはフルサイズ用だよっていうのを表しています。フルサイズと APS-C フォーマットのサイズの違いについては前回の、ね、動画をご確認、もう一度ねご確認ください、はい。で、次ニコン、ね、ZDX、 そして Z って書いてますね。 ZDX は Z マウントの DX、 これはですね APS-C 用ってことなんですね。ニコンは DX が APS-C、 FX がフルサイズなんですけども、フルサイズの場合は特に表記はありません。ソニー、これはですね E と FE ってなりますね。 E っていうのが E マウントを表していて、 FE っていうのがフルサイズの E マウントを表しています。なので E 単体だと APS-C 用になります。で、このね次の PZ っていうのはこれね、パワーズームっていう意味なので、これねちょっとレンズのマウントとはまた違うんですね。レンズの方式になります。はじめのマウントの形式に続いているのが焦点距離です。18から45とか24から105とか16から50とかいます。で、これはカメラはねレンズが映る範囲、映る範囲を表していると思ってください。数字が小さいほど広い範囲が映ります。次 F、 F っていうのは絞りです。絞り値で、これはですね 4.5 から 6.3 とか F4 とか3.5 から 6.3 ってあります。これは、ね、この数字が2つあるのはその範囲しかできませんよって話ではなくて、一番上のね全部18から45ミリ、つまり18ミリの時に 4.5 で、45ミリの時に 6.3 ですよっていうふうに焦点距離で絞りの値が変わるレンズっていうことを示しています。センサーにね通す光の量を調整する機構のことです。これも後ほど詳しくやります。で、数字が低いほど明るい、数字が大きいほど暗いというふうになっております。対してその数字が1個しかないレンズ、ズームレンズなのに数字が1個しかないレンズっていうのはズーム全域で 24mm から 105mm 全域で F4 で撮れますよというのが書いてあるということですね。で、その次ですね、一番上は IS-STM って書いてあります。 IS っていうのはイメージスタビライゼーション、つまり手ブレ補正機能のことですね。手ブレを吸収してくれる機能で、 STM っていうのはステッピングモーターの略です。これはまあこの中のモーターに何が入っているかですね。 STM っていうモーターが入っているということです。この IS に相当するものがニコンの場合は VR で、バイブレーションリダクション、ソニーの場合は OSS、 オプティカルステディショットとなっております。だからもう各社もう様々なレンズのにこの手ブレ補正の機能の名前があって全部違いますそんなの覚えてられるかって話ですよね。もう全部統一してほしいね、こんなのね、まあ、それぞれの会社の2行目のレンズを見ていただきたいんですけど、絞り値の後にちょっとアルファベットが載ってますね。 L とか S とか G とか、これはですねそれぞれ各社が品質の高いレンズにつけているグレードの名前です、はい。キヤノンの場合は L レンズ、 L グレード、 L レンズですね。これは L レンズです。この赤いリングが特徴になっています。それに相当するものがニコンでは S レンズですね、 S ラインっていう。で、それに相当するものがソニーでは G とか G マスターとか、あとはねツアイスっていうのもあります。ソニーはねそのレンズブランドというかがのがラインがねいくつもあって、ツアイスと G と G マスターというのがあって、一応 G マスター GM っていうのが一番、ランクの高い、レンズと最新のランクの高いレンズということになっているようです。これ、ね、結構いい値段するので、初めてこれを買うっていうのはなかなかの度胸がいるレンズにもなってきますね。というわけでアルファベットの秘密は分かりました。これもう一つ、出しておきましょう。これね単焦点です、はい。RF 24mmF1.8 マクロ ISSTM って書いてありますね。で、マクロってついてたりとかします。マクロっていうのは近接撮影ができるレンズですよっていう示す名前で、マクロとかあとはねニコンの場合はマイクロとかっていうのをつけたりとかします。実際の大きさより2分の1の大きさに映るとか1分の1の大きさに映るとかっていうのを総称してマクロって言ったりとかします。このマクロの表記があるものは近いものを大きく映すことができます。アルファベットを見ればもうどこのメーカーのどういうレンズなのか、どういう性能があるレンズなのかが分かるということが、まあ、これでお分かりいただけたかなと思います。この数字見てもうどこのメーカーか一発で分かる人はこの動画見なくていいですから、はい写真撮りに行ってください。まず焦点距離です。
焦点距離ってミリで表記されてますよね。これどういう意味なのかっていうのはこれです、はい、センサー面からこれ、ね、レンズって何枚もねレンズあのガラスがはまっててレンズが何枚もあるんですけど、設計上の中心点となる点があるんですね。その設計上の中心点とセンサーの間の距離が18ミリとか20ミリとか100ミリとかってなるんですね。でこの図を見ていただくと、センサーとそのレンズの中心点の距離が近ければ近いほど広く映る、遠ければ遠いほど狭く映る、遠くのものが近くに映るというのが分かると思います。レンズはね、大まかにこの広角、標準、望遠というふうに分けられたりとかします。これらの数字に明確な定義っていうのは、ね、やっぱないんですけれども、一般的に人間の目の画角に近いとか、あとまあいろんな理由があるんですけど、50ミリっていうのを一つのこう基準にして、その前後大体20ミリぐらいを標準域って呼んだりとかします。でそれより数字が小さいものを広角、それより数字が大きいものを望遠というふうに呼んでいます。でこの広角域と望遠域はちょっと人間の目では捉えられない領域になってくるということで、なんとなくそこら辺にこう敷居があって、分かれているというふうに思ってください。でこれはね、人によってとか物の本によって、その標準域っていうのはどこで設定、どういうふうに設定するかというのは変わってきます。でさらに撮るもの、撮る人によっても違いますので、これね、あの目安として覚えておいてください。人によっては28ミリから85ミリが標準域だっていう人もいるし、野鳥とかを撮ってる人は、まあ200ミリが標準だよね、200ミリは広角だよねみたいなことを言う人もいます。それもね、鳥の種類によって違ったりとかしますから。でこれ、はいね、今これはね、同じ距離からカメラを三脚に固定して画角を変えていった写真です。小さいものから14ミリ、24ミリ、35ミリ、50ミリ、70ミリ、100、200、400並んでおりますけれども、ね、画角でこれだけの違いがあるということでございます。で、ここで一つ注意点があります。これはね、今フルサイズで撮った画角なんですね。このレンズに表記されている数字、例えば14ミリとか18ミリとかっていうのはですね、35ミリ版、つまりフルサイズで撮った時にこの画角ですよ。フルサイズで撮った時の画角ですよっていう数字なんですね。なので前回のね、フォーマットの話を思い出してほしいんですけども、フルサイズに対して APS-C はちょっとちっちゃかったですよね、はい、この図を見てください。こんな感じです。なのでフルサイズで18ミリ撮れるものは、実は APS-C では18ミリほど広く撮れない。で皆さんの購入したカメラが APS-C とか、マイクロフォーサーズの場合は、その画角よりも狭くなりますっていうのを覚えておいてください。で APS-C で実際に映る範囲っていうのは、まあ、メーカーによって異なるんですけども、おおむね 1.5 倍の数字、例えば18ミリだったら27ミリですね、 1.5 をかけた数字の画角になると覚えておいていただいて大丈夫です。ただこれキヤノンの場合、は 1.6 かけるんですよ、ね、ちょっとややこしいなのでキヤノンの場合はこれ18ミリで撮影した場合は、だいたい 28.8、29ミリぐらいで映るというふうになります。でマイクロフォーサーズはかける2倍すれば、実際のにそのセンサーで取れる焦点距離が求められます。このことを35ミリ換算って言います。18ミリの、ね、レンズで撮ったら、フルサイズだと18ミリの範囲映るけど、 APS-C だと35ミリ版で換算すると29ミリだよとか、27ミリだよっていうことになるので、換算何ミリっていうのはそういうことです、はい、このことを踏まえて標準ズームと望遠ズームを見てみましょう。代表的な標準ズームの画角ってだいたい APS-C 用だと16ミリから50ミリになりますので、実際に35ミリ換算でいうと24ミリから75ミリまで映るということになりますね。かける 1.5 しますから、はい、でそれで、ね、見てみると、これほら、これフルサイズ用の標準レンズですけど、24から70ミリなんですね。だいたい同じ焦点距離をカバーしているのは分かりますね、はい、そして望遠は50から250ミリまでっていうね、望遠レンズがよくありますので、それを35ミリ換算すると75から375ミリまでということになりまして、かなり遠くのものが映せるようになりますので、冒頭で言ったね、運動会とかスポーツとかモータースポーツ
あと動物、乗り物を撮りたい人はこの超望遠域の焦点距離を持ったレンズがね必ず必要になってきます。次は絞りですね。絞りというのは光がセンサーに届く量のことだと思ってください。絞りはねこんな感じの動きをしてまして、このねレンズの中でこう絞りを羽を動かして光の量を調整する機能になっています。数字を小さくするの時は絞りが大きくなっているんですね、はい、これちょっとややこしいんですけど、絞りは大きく、絞りの数字を小さくすることを開けるって言います。開けるで、絞りの数字を大きくすることを絞るって言います。絞る、開けるですね。だから絞りを開けていくと明るく、絞りを絞っていくと暗くなります。絞りにはセンサーに届く明るさ、光の量を調節する役割のほかに被写界深度といってピントが合う範囲をコントロールする役割もあります。絞りを開ければ開けるほどピントが合う範囲が狭くなり、絞りを絞るほどピントが合う範囲が広くなっていきます。絞りを開けていけば開けていくほどまあボケるんですけど、それ以外に被写体との距離、あとは焦点距離っていうのが大きく関わってきます。でその話題は ね絞りをコントロールしようという動画でやりますので、詳しくやりますのでそちらの方をお楽しみに、ということで、ここでは絞りを開ければボケるというふうに覚えておいてください。でこれね、はい、作例、これはすごい明るいレンズで F1.2 から F11 まで絞ったものを並べています。これを撮ったレンズは 50mm ですけど、これねキットレンズでぼかせるのはだいたい F5.6 ぐらいまでです。でズームレンズは1本で広い範囲の画角を写すことができますが、その反面絞りの自由度が少ないです。ちょっと暗めで、まあ、ボケにくいんですね。それに対して単焦点レンズは焦点距離が固定なので、映る範囲をズームレンズのように変えるには前後に動くしかないんですね。その代わり一般的にズームレンズに比べて画質がいい、そして明るい。で絞りでピントの範囲をねコントロールできる幅がズームレンズに比べて段違いに広いので、表現の幅がめちゃくちゃ広いです。で特にボケの量が圧倒的に大きいです、はい、でこれを見てください。同じ位置でズームを変えていってた写真と単焦点で位置を変えながら撮った写真、ねはい、これをご覧いただくと、標準ズームの画角ぐらいだったら単焦点1本で賄えます。カメラの寄り引きで撮影することが可能です。なので決してズームレンズじゃないと撮れないというわけではないので、そこはね安心してください。もちろん被写体との距離が変わってきますので全く同じ描写にはならないです。以上のようにこのズームレンズと単焦点レンズね、いろいろとこう見てきましたね、焦点距離と絞りの役割、まあ、見てきました。焦点距離の自由度か絞りの自由度か、まあ、それでねレンズを選ぶのがいいかなと思います。ただカメハジ的にはですね、初めの一本には明るい単焦点おすすめします。もう中古でも構いません。一眼レフ時代のレンズのねマウントアダプターっていうのをつけるとつきますんで、一眼レフのレンズの中古でももちろん構いません。安めの手頃な単焦点をまず1本買ってみることを強く強くお勧めします。それなぜかというと、単焦点はまず開放の絞りが明るいので、開放から絞った描写までのその表現の変化がね目に見えて分かります。ズームレンズはね分かりにくい、絞っても絞らなくても変わらんなってなります、はい、これは間違いなく。でスマホではできない本物のボケっていうのをこれね、ぜひ体感してほしい。 iPhone とかね各種スマホでぼかすことできるじゃないですか。でもちろんレンズ的に光学的にボケているボケもねできるんですけど、ボケコントロールみたいなのがあって、被写体を選ぶとそれ以外がボケてくれる。なんとなく雰囲気は出るんだけど、ボケちゃいけないところまでボケたりということで、本物のボケね、しかもそのボケの感じをねなだらかにコントロールできるんですよ。自分でコントロールできる。でさらに開放絞りが明るいので、ね、暗い部屋の中とか夜景のわずかな明かりとかでも写真撮れますし、そういったところで感度を上げなくていいので最終的に得られる画像も、綺麗です。キットズームより画質はもう圧倒的にいいです。でこれはねデメリットでもありメリットでもあるんですけども、一つの画角しか使えませんので、あとはね視点ね、上から撮るか下から撮るか横から撮るか正面から撮るかとか、とあと被写体との距離どんだけ寄るか、
あとはボケ、もうね、焦点距離以外を工夫しまくるしかないんですよ。すぐ上手くなります、カメラ。そして楽しいです。それが楽しいです。それがカメラの醍醐味です、ね、よくまずはズームレンズを使って撮ったものの中から焦点距離をね、よく使う焦点距離、よく使う画角が自分に合った画角だよっていう人いますけども、初めてカメラ買ってそんな回りくどいことしたくないじゃないですか。一番楽しいのは単焦点です。カメラ買って一番初めに感動するのは単焦点で撮った時のボケです。心配な人は標準ズームと単焦点、もしくは単焦点と望遠ズームを買ったらいいと思います。ただ必ず1本目は単焦点を買ってください。絶対楽しいから。カメラを使いこなしたかったらまず単焦点を買っていろいろと撮ってみるのが一番いいと思います。で、実際にじゃあどの焦点距離買えばいいのかって話なんですけども、シチュエーションを選ばず使用できるレンズとしておすすめなのは換算で 35mm から 50mm の間ぐらいになるレンズですね。まあ、60mm ぐらいまであっても大丈夫だと思います。 APS-C のカメラを買ってしまうと、例えば 35mm しようと思うと 24mm とかのレンズを買わなきゃいけなくて、 24mm の単焦点のレンズって意外と高かったりとかするんですよ。なのでそういう時は中古とか一眼レフのレンズとか、あとはね、この純正、メーカー純正じゃないレンズも視野に入れて、ちょっと探してみてください。おすすめなのは、まあ、換算 50mm になるのが個人的にはおすすめですけど、もうちょっと広く撮りたいな、例えば座ってて対面の人を撮りたい、背景入れて撮りたいってなったら 35mm の方がおすすめです。でね、どの画角がいいかわからないって人は写真サイトを参考にするのが非常にいいと思います。これですね、フリッカーっていうサイトがあります。他にもいろいろあるんですけど、一番おすすめなのはまあフリッカーかなと思います。フリッカーで 35mm って検索すると、 35mm の画角で撮られ、 35mm のレンズで撮られた写真がブワッと並びます。で、ここで注意してもらいたいのは、 35mm のレンズで撮られた写真で、だいたいフルサイズで撮ってるものは 35mm だし、 APS-C サイズのカメラで撮ってるものは 50mm 相当になるっていう、見誤らなければそのすっごい参考になると思います。ただ家族の手前、どうしても運動会撮らなきゃいけないとかいう人はズームレンズをね、買ってください。はい。なので必要な画角っていうのはね、それぞれありますけども、カメラをまず楽しんでみたいっていう人は単焦点レンズをおすすめします。というわけで結論中の結論。カメラ初心者ほどまず安い単焦点を買え。以上、フォトレシオでした。